皆さんこんにちは。私がね今来ているのは韓国インチョン国際空港です。さっきね日本からこの韓国にやってきまして、これからね市街地に向かうというところ、ここからですねソウルに向かうわけなんですけども、インチョン空港からソウルっていうのはですね、実は鉄道が走っていまして、めちゃくちゃ便利で、そしてスピーディーなんですよね。今日はそれに乗ってきたっていうことで、その様子をですねお届けできたらなと思います。それではね本日もよろしくお願いします。そんですね鉄道なんですけども、このインチョン空港の地下を走っているということで、早速地下に向かっていきましょう。インチョン空港ってねソウルの結構郊外の方にありまして、かなり遠いです。まあ成田空港ほどではないですけども、まあ大阪市街地と、まあ、関空ぐらいの距離だと思ってもらえればいいです。そこをですね鉄道に乗るとスムーズに行くことができるんですね。乗り換えなしで一気にソウル駅まで向かいます。今回はですね鉄道を使ってインチョン空港からソウル市内に向かうんですけども、バスを使ってでもインチョン空港から市内に行くことはできます。まあ、バスあんまり僕好きじゃないんで鉄道で行きますけどね。なぜなら僕は電車オタクだからです。まあ、そういうのはね一旦置いておいて駅に向かうんですけども、駅ねちょっと遠いところにあります。まあ、大体5分ぐらい歩きますね。少し歩きまして駅の方にやってきました。ここにですね友人の、まあ、緑の窓口的な窓口がありまして、ここでも切符を買うことできますし、隣にはですね券売機もあります。今回はですね僕事前にですねネットの方で予約しておりまして、 KKday っていうですねところで予約いたしまして、そこでチケットをすでに買っております。多分ここで発券すれば乗ることできるんじゃないかな。いやにしてもこのインチョン空港駅めちゃくちゃ綺麗ですね。清潔感の塊です。じゃあ早速ですねこの券売機でチケット発券して乗ることにしましょう。ソウル空港まではノンストップで51分です。結構時間かかるね。さっき関空ぐらいって言いましたけど、もしかすると成田ぐらい遠いのかな、どうなんだろう。でもスピードはね別にそんなに速くないです。160キロとか出しません。1回前乗ったことあるんだけどね、だいたい110キロぐらいでした。こんな感じのオレンジ色の車両が使われています。結構かっこいいね。一応これ券売機日本語にも対応しています。それではねチケット発券していきましょう。こうやってね日本語の設定あるので適当にポチポチ押していけばいけます。でこの購入方法のところで、僕今回ですねこちらバウチャー持ってますので、これバウチャーとしてクーポン番号を打って発券するという形になります。普通にですねバウチャーない場合はここで乗車券購入のボタンを押してもらえばカードとか現金で買うことができます。無事ですねチケットを発行することができました。この列車ですね実は各駅停車の急行列車がありまして、急行だとソウル駅前ノンストップです。で今回ね急行列車直通列車乗りますので、こっちのオレンジ色の改札に入ります。普通の各駅停車の場合はこっちのですね青色の改札口に入るといった感じ。それでは入りましょう。これ多分ね QR コードがついているので、 QR コードを、ね、読み込ませるタイプですかね。はい、行けました。なんか面白い自動改札機の開き方しますね。ホームにねやってきました。列車もうすでに止まっていますね。結構ねこの鉄道新しいので、すべての駅にはねこんな感じでホームドアがついていまして、車両をですね外から眺めるってことはちょっと難しそうです。で今回ですねソウル前の運賃なんですけども、970円ぐらいでしたね。結構安いです。定価で買うとちょっと高いんですけども、 KKday のインターネット予約で買うとちょっと安くなります。3割ぐらいかな。いやちょっとじゃないか、かなり安いですね。じゃあ、乗りましょう。ところで今いるのこれ第2ターミナルですね。初めて知りましたわ。まあ着くターミナルなんて気にしないか。車内はねこんな感じで、2プラス2の4列座席となっています。座席に座りました。この列車は全車指定席で自由席はありません。またこの鉄道ねすごいのがですね、日本語の案内がめっちゃあるんですよ。どこかしこを見てもモニターの表示には必ず日本語があり、非常にわかりやすくていいですね。ということで列車始発のインチョン空港第2ターミナルを出発です。これからソウル駅まで約51分の旅の始まりが始まりです。この鉄道の椅子はですね集団宮式となっていて、座席の向きがですねバラバラで固定されています。なので前を向いている人、後ろを向いている椅子両方あるんですね。今回は進行方向の反対側でした。ハズレやね。今ね放送かかりましたけども、韓国の鉄道案内ってねどこも共通でめっちゃ賑やかなんですよね。自分はこの賑やかさ結構好きです。次に泊まるのは第1ターミナル、そして終点のソウルの順に停車します。少しね座席紹介しようと思います。結構ね贅沢な椅子で圧勝機がねあるんですよね。なかなか快適です。それからリクライニングもね当然するんですけども、そこそこの角度を倒れます。しかも座面もスライドするので実際に倒れている以上に快適です。またバックシェルがついていて後ろの人のですね迷惑にもなりません。これは普通にいいですよね。
車内の案内表示器にニュース流れてるんですけども、案内にですね、なんと日本語の字幕がありました。薬物が増加してるニュースとか、日本人が見ても何とも思わないですよね。住むわけじゃないんだし、観光で数日いるだけだからね。しばらくして一瞬地上に出てきました。ですがすぐに地下へ潜ります。空港の敷地内みたいで、線路脇は結構ね、厳重な警備がされていました。ということで第一ターミナル駅に到着です。日本語の自動放送あったんですけども、良かったですね。で次がですね、終点のソウル駅なんですが、ここのモニターに流される映像やばいっすよ。これ竹島についての映像が流されていました。日本人もたくさん乗ってるような空港アクセス列車で、そのような映像を流すのはなかなか気合い入ってますね。日本の成田エクスプレスとかでもこういう映像を流してほしいくらい、そのくらいね、気合い入れないと領土問題なんてどう考えても勝てるわけないんだけどね。日本はかなり弱腰です。第一ターミナル駅を出て少しすると地上を走り出します。結構スピード速いですね。この速度のままソウルまで一直線です。ですがね、スカイライナーとかよりはちょっと遅そうですね。はい、インチョン空港のある島から本土へ向かう橋を渡ります。結構立派な橋で、鉄道と道路の併用橋となっています。まるで東京のレインボーブリッジのようですね。瀬戸大橋とかもですね、鉄道と道路を併用していますけども、あそこはですね、上下で鉄道と車を分けているので、こうやって車とですね、鉄道が並走するっていうのはですね、割と世界的にも珍しいと思います。僕あんまり見たことないですね。橋を渡り本土に行きますと、ここはインチョン市内です。でっかいね、風力発電所が見えてきました。この辺りはですね、海沿いですからね、風が強くて発電しやすいのでしょう。またインチョンはソウル郊外の町ということで、この町自体もですね、割と栄えていて、インチョン地下鉄なんかも実はあるんですよね。ソウル地下鉄とは別に、インチョンの高層ビル群が見えてきました。めちゃくちゃ立派なビル群ですよね。ところで韓国の高層マンションって基本的に真っ白ですよね。白以外のマンションをほとんど見たことがないです。でもね、この白いマンション群、日本にはありませんからね、見ていて非常に新鮮な気分になります。この列車はですね、ソウル駅までノンストップということで、当然ですが途中の駅も全て通過していきます。どんどんね、駅をね、通過していくのはかなり気持ちがいいですね。ところでお気づきの方もいると思うんですけども、韓国の鉄道って基本的に左側通行です。道路はね、右側通行なんですけどね、これはですね、おそらく日本統治時代に鉄道が整備されたため、今も日本と同じ左側通行のままになってるといった感じなのでしょう。どんどんね、駅を通過していきますが、この駅をですね、抜けると、今度ですね、土地道は地下を潜り始めます。ソウル近郊に来ますからね。郊外はですね、土地が安いので、地上にですね、線路を建設した方が安くコストが済みます。これより先ね、ソウル中心部に近づくと、地上のですね、土地が高くなりますので、地上に作るよりも地下にですね、潜って作った方が安いということで、地下トンネルですね、こうやって掘ってるという形になります。こういうケースって実は日本にもありまして、東京メトロ東西線がすごいいい例です。あの路線はね、都心は地下で郊外は地上を走ってますからね。再び地上に出てきましたが、なぜ地上に出てきたのかというと、この列車これからハンガンを渡るからです。ソウル市内を東西に流れるこの川はめちゃくちゃ大きい川で、トンネルで通すよりもおそらく地上に線路を走らせた方が安く済むからということで、このように地上に線路が走ってるといった感じなのでしょう。ソウルを代表する川ということで、本当にめちゃくちゃでかいね。多摩川なんかよりも全然比較にならないぐらいでかいです。朝鮮戦争でボロボロになった後、1960年代以降の韓国の急激な経済成長を表すハンガンの奇跡というね、ワードができるほどに、ソウルのみならず韓国を代表する河川となっています。ハンガンを渡り切るとすぐに地下に潜り、少し走るとソウル駅の到着放送がかかります。インチョン空港からあっという間でしたね。はい、ということで無事終点のソウル駅の方に到着いたしました。このソウル駅めちゃくちゃ地下の深いところにあって、多分京葉線と同じか、多分それ以上に深いところにあります。エスカレーターめっちゃ上がんないと上の方行けないんだよね。また今乗ってきたこちらのですね、急行列車は2ドアなんですけども、各駅停止のやつはですね、4ドアとなってるんですね。結構違いがあるんですね。さっきの空港の駅は改札分かれてたけども、ここは改札同じなんですね。それではね、このエスカレーターを上がって改札口の方まで向かっていきましょう。めっちゃエスカレーター長いよね。本当にね、今乗ってきたこの空港電車、ソウル駅地下深いところにあるんですよ。
それで今回ねこの動画はですねちょっとお見せしたいものがありますので、それをですねソウル駅でお見せしてから動画の方ね終わりたいと思います。結構なかなか面白いもんですよ。まあ、さっきとですね同じように多分 QR コードをタッチしたら出れると思います。はい、いける。これはお持ち帰りですね。ちょうどいいね旅の記念にもってこいですね。ソウルもインチョンも両方書いてありますしね。はい、ということで地上の方に出てきました。これソウル駅のですね旧駅舎です。これをちょっと皆さんにお見せしたかったんですよね。昔日本が韓国を統治していた時に作られた駅舎、非常に歴史がありまして1900年代の初頭からあります。さすがにですねこの古い駅舎今はね使っておらず、奥にある新しいですねソウル駅舎を今現在使っています。めっちゃ綺麗だよ。てかなんか周回やっててうるさいね。まあいいや。それではですねこの辺りで動画の方で終わりたいと思います。インチョン空港からね市内って鉄道を使うとめっちゃ早くてねめっちゃ楽に来ることができるので、皆さんぜひおすすめですのでぜひ使ってみてはいかがでしょうか。インターネットから予約するとね安く行けますからね。